ユタ。
一戦一戦の結果が順位に大きく影響するシーズン後半、国内最高峰なでしこリーグの一戦をお送りしてまいります。2019プレナスなでしこリーグ一部、今シーズンは各節2試合なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継でお送りをしています。この時間は第17節浦和レッドダイヤモンドレディース対伊賀フットボールクラブくのいちの一戦を、さいたま市浦和区にあります浦和駒場スタジアムからお送りをしていきます。この試合実況は西達彦でお送りをしていきます。今両チームの選手がピッチへと入ってまいりました。いつもの赤のファーストユニフォーム浦和レッドレディース、今日はセカンドユニフォーム白と青のユニフォームを着て登場しています。伊賀フットボールクラブくのいちです。残り2試合という形になった今シーズンのプレナスなでしこリーグ一部、現状 C は日テレベレーザ、そして同じ勝ち点で浦和レッズレディースが並んでいるという状況です。さて両チーム選手が入ってきたところで、ここで台風の犠牲者を悼みまして追悼の意を表しての黙祷が行われます。皆様どうぞご起立くださいますようお願いいたします。黙祷。どうぞご着席ください。台風の爪痕は関東地方各地にも大きく残っています。浦和レッズレディースが練習場を拠点にしている、主な練習場を拠点にしているレッツランドもかなり大きな被害を受けました。荒川の河川敷にあるということで、現状使える目処は立っていないということです。そういった中で大原のサッカー場トップチームのグラウンド、あるいはコンバスタジアム、こちらを使ったりということで、普段、使える拠点が今ないという中でレッツレディースは戦っています。レッツレディースは現在2位です。12勝4敗、勝ち点ではベレーザと並んでいますが、得失点差、これを抜くのはちょっと残り2試合では現実的に厳しい数字ということになっています。その中でまずはこの2試合しっかりと勝ち点6を積み上げて、ベレーザが、勝ち点を落とすことを期待したいという状況です。今日の浦和レッズレディースのスタメンをご紹介します。ゴールキーパーは池田咲子、ディフェンダー4バック右から清家紀子、長船かな、南萌香、佐々木真由、ダブルボランチは栗島あかりと柴田花江、2列目右に安藤梢、トップ下水谷優希、左に吉良千夏、ワントップに菅沢結香が入ります。 4-2-3-1 のシステム、前節とは1人変えてきています。一方のこちら伊賀 FC くのいち、今日のメンバーご紹介します。ゴールキーパーは伊佐志楓、ディフェンス4バックは右から松久保あかり、宮迫珠美、畑中美優香、佐久間小鳥、アンカーポジションに野市彩を置いて、2列目右から安西由香、森ひとみ、杉田亜美、下條彩、ワントップに小川翔と予想します。 4-1-4-1 のシステムを予想しています。両チームのサブのメンバーご紹介します。浦和レッズレディース、ゴールキーパー松本、ディフェンダー長島玲奈、ミッドフィルダー遠藤優、塩越柚穂、加藤千佳、フォワード上村翔子、大熊らなです。今コイントスが行われています。今日の審判団ご紹介しておきましょう。レフリーは岩木真理子、アシスタント上田千尋、長野貴博、フォースオフィシャル斉藤清美、以上4審判で行われます。そして伊賀 FC くのいちの今日のベンチメンバーです。ゴールキーパー藤田鈴香、ミッドフィルダー島野美代、澤田優香、西川明日香、フォワード三橋明日香、竹島かな子と入っています。今シーズンリーグカップ戦でハットトリックをしている道上彩香選手、現在怪我のために離脱中という状況です。今日はベンチにも入ってきておりません。一方の浦和レッズレディースですけれども、そのリーグカップ戦で今シーズンハットトリックを決めている高橋花選手ですが、こちらはアンダー19の代表に招集をされていて現在離脱中です。アンダー19代表は10月の28日ミャンマーとの試合を控えています。その後31日韓国、11月の3日に中国と対戦をする予定です。
そしてレッツレディースの方は池田、南、清家、栗島、菅沢といったところが今回なでしこジャパンの代表に招集をされています。こちらの南アフリカ戦ですが MSN の AD カップ11月の10日12時45分キックオフ、これは、天皇陛下ご即位のパレードの日程の関係が並行になりましたのでキックオフ時間が変更になっています。どうぞチケットをお持ちの方はご注意いただければと思います。さて左エンドが浦和レッズレディース、そして右エンドが伊賀フットボールクラブくのいちです。伊賀 FC くのいちも現在5位です。6勝5分け5敗、今シーズン昇格シーズンとしてはやはりもともと力を持っているチームというところもありまして、今日に関しても、自信を持って入ってくるはずです。ここのところ負けがありません。今ファーストハーフのキックオフがされました。長いボールを前線に送っていきます。伊賀は非常に失点の少ないチーム、そして、ハイプレスをするというのが特徴のチームです。今シーズンの浦和レッズレディースは森英二監督が率いるようになって、かなり最終ラインからつないでくるサッカーを志向していますので、この辺りが最初どういうふうに来るかというところがポイントになっていきそうです。清家からスローインのボールが入りました。清家も代表に今回招集をされています。下條が入れようとしましたが一度クリアされたボール、セカンドを拾っていきます。フラッグ上がっていました。さて改めて立ち位置を確認しようと思いますが、アウェーチームの伊賀フットボールクラブくのいちはやはり 4-1-4-1 の形です。今日はインサイドハーフ右に過ぎた左に森という形です。で右のワイドに安西、そして左のワイドに下條という形、ワントップが今追いかけている小川志穂です。レッツレディースは中盤にキャプテンの柴田花江、左サイドバックは佐々木真由、縦に入れていきました。キラには入りません。セカンドボールをもう一度拾っていきます。栗島が縦に入れました。キラから左サイド佐々木、前線で菅沢が起点を作ります。前を向いて安藤が上がっていきます。後ろからの上がりがちょっと遅れていますがクロスはクリアをします。佐久間小鳥のクリア、左のサイドバックの位置から中央まで絞って佐久間が対処をしました。柴田前向きます。裏に出していきましたがここはキーパーの伊佐志楓がキャッチをしました。伊賀 FC くのいちは、シーズン後半に関しては少し勝ち点を落としたような試合もあったんですが、ここのところまた、シーズン、終盤になって調子を上げてきています。ジェフレディスを相手に1対0で勝利、そして前節は野島ステラ神奈川相模原を相手に3対0と得点力も発揮してゴールをしています。道上選手の離脱というのはかなり攻撃的に痛いのではないかなというふうに思ったんですが、現状11番の小川志穂選手がワントップを務めてしっかりとその穴を埋めている状況です。レッツレディースは最終ラインからやはりビルドアップをします。長船から右のハイサイド、清家紀子にボールが出そう。ここに佐久間が突きに行きますがアーリーでクロスがグランダーで入ってきた。安藤には通りません。このボール奪って下條縦につけます。さあここから杉田がドリブル開始、左サイドに流していきます。左サイドに流れた森ひとみです。森から裏を狙ってくるボールですが一度弾き返した長船。長船は3試合ぶりのスタメンということになっています。今日は高橋が代表招集、アンダー19の方の代表に招集をされていて、センターバックコンビは長船と南というコンビになっています。やはり池田から柴田が受けに来て最終ラインからご覧の通りビルドアップを行います。そして安藤につけます。安藤のポストから今度は右サイドに流して清家、安藤、伊賀のファールを取ります。伊賀今下條とセンターバックの畑中美香がかなり強くいきました。伊賀の今シーズンの失点の少なさというのは特にセンターバックコンビが非常に安定をしている印象があります。センターバック13番の宮迫、それからあと2番の畑中、今しっかりとラインを押し上げてオフサイドを取りました。浦和の方は裏にこの安藤梢を走らせていく形だったんですが、伊賀の方もハイラインを敷いています。でそのハイラインの広い守備範囲を守らなければいけないのがゴールキーパーの伊佐志楓、非常にキックの能力に自信を持っているキーパーでもあります。そして守備範囲も非常に広いキーパー、
長いボールを前線に、まあ、このキック力が彼女の持ち味。ノイチがつないでいきますが、平野ボールキープ、そして右サイドから1人かいくぐっていきます。水谷が右サイドに流れました。一度後ろに下げて清家、今度は左サイド佐々木です。菅沢がヘディングで入れていきましたが、落としたところはここには誰もいません。2部の方は全日程を終了しました。愛媛 FC レディースが優勝、そして2位にセレッソ大阪堺レディースが入っています。まあ、ですので一部の9位のチームとの入れ替え戦の相手はセレッソ大阪堺レディースということになります。ちょっと足が入りました。今倒れているのが清家ですが、まあ、ただどうやら問題なさそうです。清家は今シーズンこの右のサイドバックに森英治監督からコンバートをされて、スピードと攻撃力を本当に発揮をしています。もちろん本人は守備に関してはポジショニングも含めて、それからとマッチアップする選手を映像で研究するようになったという話もしていますが、まあ、そういった努力もあって今代表に招集をされています。左から佐々木真由、一度中で起点を作ってキラから右のサイドへ清家、そして栗島、少し後ろ向きになったボールですが、ここはしっかりとキープをしています。この栗島選手も今年になって初めて代表招集をされました。まあ、このレッツレディースではサイドバックもやった時期もありますし、それからあと今のこのボランチ守備的な中盤の位置をやることもあります。右から清家、一度下げて水谷、ここは無理はせずに最終ラインから作り直します。非常にコンパクトな 4-1-4-1 のシステムを取っています。伊賀フットボールクラブ久野市、前から森が行きます。ここをかいくぐっていってキャプテンの柴田、そしてしばらく持ち運んでいった長船からもう一度柴田、安藤はスルーをしましたが水谷は入りません。柴田から清家、また柴田がドリブルで運んでいきます。ラインを割っているという判定でした。まあ、今は清家を使いながらキャプテンの柴田花江のテクニックで突破を図っていこうというところだったんですが、ここは通りませんでした。落としていきます。栗島セカンドボール、一度下げて清家、前からかなりプレッシャーいった森ひとみ、この辺りの球際への激しさはおそらくはなでしこリーグの中ではトップクラスというふうに言えます。伊賀 FC 90分走り切る守備、そしてハイプレスハイラインという特徴的なやり方をしてきます。まあ、そしてボールを奪うと積極的にシュートを狙ってくるというのも伊賀 FC の特徴。なでしこリーグの中でもトップクラスのシュートの数を誇っています。前から安西が行く、左サイドにつないで今度は佐々木真由がドリブルで上がっていきます。柴田、森が戻ってきて一度奪いかけますが、キラがもう一度サポート、しかしこれを逆に奪い返した杉田、杉田から小川、ポストプレーから、ただここはよく戻ってきます。この辺りはさすがのディフェンスです。そして逆にカウンターシチュエーションになります。右サイドから水谷が行きます。今も栗島のいい守備が起点、逆サイドキラ来た、キラシュート打ち切れなかった。最後は菅沢が入っていました。最後は左サイドから菅沢が入っていました。清家から一度下げます。長いボール安藤へ、安藤から水谷、中央には菅沢、後ろからはキラも上がってきていますが、後ろのキラを使います。そしてキラが右足でシュート、
この時間帯は奪ってから非常に早い守備を、失礼攻撃を見せています。浦和レッズレディース今は右サイドの突破から逆サイドのキラ千夏へ、スローインはイガボールという判定です。今日はレッズレディースにとってはホームの最終戦ということで、試合が終わった後には最終戦のセレモニーも予定をされています。キャプテンと監督の挨拶も予定をされているという話です。池田から左サイド、今日はこの左サイド高い位置をかなり佐々木舞が取っていきます。菅沢、キラ裏に出てきました。菅沢が裏に抜けようとしますが、ここもラインを割っています。まあ、今もそうですが、サイドで起点を作ったときにやはり3人の関係性というのがよくできています。栗島が収めていきます。中央に入れていこうとしましたが、ここ安西に対するファウルを取ります。伊賀のフリーキック、長いボールを前線にまず入れようとしますが、クリアされたセカンドに詰めていきます小川。しかし栗島が奪います。サイドを変えるボールが来ました。南から清家、長船。レッズレディースは守備的な中盤が2枚、栗島とそれから柴田、そして、まあ、時にこうやって降りてきて水谷が受けに来るケースもあります。長船、ロングフィードは菅沢へ。今日に関してはセンターバックコンビが非常に伊賀は安定をしている2人です。宮迫と畑中、畑中は166センチの長身のセンターバックです。うまく収めた森、佐久間小鳥の左足、下城へ。しかしここは清家のディフェンスで奪っていきました。水谷、安藤、スルーをしたボールがキラに入ります。キラが中央からドリブル突破を図っていく。佐久間のディフェンスです。ここはノーファール。そして奪い返して今度は左サイドから下城、裏を狙ってきますがカットをします。やはり伊賀の方は奪ってから縦に速い守備というのを試行しています。今シーズン伊賀のシュートの数ですけれども、15、11、11、12、9、8、11、15、11、まあ、かなり多い試合があります。終盤に関しても15本、8本、20本、6本、13本と、割と、まあ、上位を相手には少しシュート数少なくなるケースもありますが、20本のシュートを打つような試合もあります。対角線のボール、これが通ります。南から清家、しかし佐久間が体を入れました。まあ、チーム関係者も話をしていたんですが、この佐久間小鳥の、まあ、ディフェンス面の貢献というのも非常に大きいという話です。チームの中では左足のキッカーも務めています。かつてはユノゴーベルでプレーをしていた経験もあります。畑中と菅沢が競り合います。杉田から入ったボール、今度は森から下城、中央へ。また野市が拾います。野市から左サイドへ。伊賀 FC は 4-1-4-1 のシステムを取っています。中盤のアンカーポジション、中盤の底の位置には野市彩が入っています。畑中がヘディングで跳ね返します。このボール、安西がヒレサイダー、杉田のシュート。今は安西由加の素晴らしいプレーがありました。畑中美由加からのロングフィード、まあ、これをヒールで落として安西由加、そして最後は右足、杉田亜美のシュートでした。
安西選手はジェフレディースから今シーズンこの伊賀に移ってきましたけれども、まあ、ジェフ時代からドリブルテクニックに関しては非常に評価をされている選手です。まあ、そして杉田亜美選手がまあこのチームの中心選手ですけれども、杉田選手は代表招集経験も豊富に持っている選手です。ただ今回は伊賀 FC からは代表招集はありませんでした。奪っていこうというところ、2枚で囲んでいきます。下條が頑張っている。助立ち入りました。の位置、佐久間から前線オンサイド、オフサイド。まあ、この辺りも奪ったらとにかく裏を狙うというのは徹底をしています。小川翔、小川選手は166センチありますけれども、どちらかというとスピードで裏に抜けるプレーも得意な選手です。まあ、この小川選手もかつてはジェフレディースあるいはアイナック神戸にも所属をしていた経験を持っています。右サイド清家、中に入れていこうとしますが、ここの位置が奪っていきます。そして杉田から、まあ、この辺りは栗島も読んでいました。柴田は一度下げます。まあ、今日に関してはおそらくは伊賀の方は前線の裏をめがけるようなパス、あるいはまあ杉田に起点を作らせるようなパスが増えてくると思いますが、その杉田に対するパスは今ボールを持っている6番の栗島がかなり見ています。ここで杉田に入りますが、安藤梢奪ってきた。今度は左から菅沢優香、後ろからは佐々木前が上がっていきます。その佐々木は使わずになおもキープ。ちょっと一旦詰まりましたので左サイドを使います。ボランチの栗島からキラは一度下げていって、おさふねから右サイド清家、今の時間帯は裏のボールキープが続いています。水谷から佐々木、裏にボールが出てきました。安西のドリブル、この足元のテクニックが彼女の持ち味です。佐々木真由のファウルを取りました。安西のこの能力で一つフリーキックのチャンスを得ています。伊賀 FC 久野市、来シーズンからは伊賀 FC は、三重県内にありますけれども、その三重という名前を冠して伊賀 FC 久野市三重とチーム名が変わります。杉田の右足、宮に来た。菅沢のクリアボール、これは栗島がクリアをしそうです。清家がドリブルで運んでから安藤につけます。また安藤、そして菅沢、収まった。キラに入ればチャンス。ここには畑中ついていますが、裏を取ってきた。菅沢オンサイド、さあ逆サイドからの上がりもありますけれども、水谷が猛然と上がってきました。ただ後ろからの安藤を使って、安藤からクロスは水谷の前、セカンドボールもう一度拾っていきますが、今度は伊賀 FC に入った。下條からこれカウンターチャンスになりそうです。あ、ただここはよく引っ掛けていきました。佐々木前のディフェンス、佐々木選手も代表の招集の経験を持っています。かなりお互いにこうディフェンスの部分の集中力というのが目立っているこの前半の立ち上がり。前半の18分を経過、両チームともにまだ得点はありません。裏にボールが出てきましたが、ここはキーパーの池田がボールをキープします。足技が得意なキーパーです。まあ、ですのでビルドアップにも参加することが多い池田。
まあ、その池田の立ち位置の高さというのは日テレベレーザ戦あの勝った試合では本当に印象的でした。柔らかいボールを前線に入れます。キラが落としていって、柴田この辺りもさすがの技術。クリシマへ、ここでちょっと詰まりましたが今度は右サイドに流します。清家、クリシマのディフェンスの位置から森から奪っていった清家、そして柴田に入ります。安藤が右サイドからドリブル開始、ここには佐久間がつきます。少し短期になりましたが一人かわしていく、しかし戻ってきて畑中美優香のクリアです。畑中選手はお母さんも女子の日本代表だった経験を持っています。まさに黎明期の、なでしこリーグというか日本の女子サッカーリーグの、まあ、代表選手でもありました。攻撃的な選手でした。今シーズンここまではリーグ戦では14失点という伊賀フットボールクラブくのいち、今シーズンここまで16試合を消化していますので、まあ、16試合で失点14というのはかなり少ない数字です。さあここで下城を奪って小川に入る、左サイドを広げて森、森がドリブルを仕掛けながら中に入っていきます。かつては2部の世田谷で得点女王になった経験も持っているという森です。伊賀FCの試合はなかなか中継カードになることが多くありませんでしたのでいろいろとご紹介していきたいと思うんですが、現状伊賀フットボールクラブくのいちはもちろんその伊賀の上野の周辺を拠点に活動していますけれども、かつて、あった小学校廃校になってしまったその校舎を使って、学校の校舎を使って、校庭を、まあ、グラウンドピッチで、活用して、まあ、フルコートのピッチよりは少し狭いそうなんですが、そこを拠点に今練習を行っているということで、まあ、以前は、土のグラウンドで練習を行っていたんですがだいぶ練習の環境は良くなったという話を聞いています。左サイド佐々木から、で、まあ、胸のスポンサーにもなっていますけどもエクセディという会社が今大きなスポンサーになっていて、そこのところで働いて、そして、まあ、昼の割と早い時間帯から練習ができるというそんな体制がチームとして整っています。左から安藤が流していって佐々木のクロスが入ってきた、千代には水谷待っていましたがセカンドキラが狙う、しかし森が奪います。お、安西が入れ替わった。前線には小川が待っています。ただここは一度遅らせます。今度は野市、森へのパスは通りません。そういった環境の良さがあって、そしてまあ大竹監督が入ってきたからはこのハイプレスハイラインの特徴ある守備、そして積極的なシュートに至るかなりこうアグレッシブなサッカーを志向することによってチームはかなり上昇気流に乗っています。まあ、今シーズンは昇格1年目、まあ、再復帰1年目ではありますけれどもここまで5位と非常にいい成績を残しています。菅沢から柴田が左サイドを広げる、今日は何度となくこの左サイドオーバーラップをしています。佐々木真由、佐々木のクロスが入った、安藤には通させません。セカンドボールもう一度拾っていきます。裏に出していきますがこのパスは通っていきませんでした。まあ、ここまでは非常に安定感のある守備伊賀市久野市はやっています。安西も狙っていきます。おさふねがヘディングで落として、
このボールはレッツレディースボールへと変わっていきます。栗島から左のサイドに流していこうとしましたが、ここはラインを割っています。現状日テレベレーザの得失点、プラス35、そして浦和レッズレディースがプラス20ですので、現状でなかなか得失点差残り2試合ということを考えてひっくり返すのはちょっと現実的には難しいかなという、そういった数字、そういった中でレッズレディースとしてはまず勝ち点3を積み上げながら、ベレーザが星を落としてくれるのを期待したいというのが、一番現実的ではありますけれども、ただ取れる点は取っておきたいところでもあります。セケ、菅沢前を向こうというところ、ここも潰していきました。畑中美優香のファールを取ります。チームの中でも対人戦は非常に強い畑中、かつてはコノミアスペランツァ大阪高槻でもプレーをしていた畑中美優香です。縦につけたボール、栗島から左サイドに一度流します。南はキーパーを使います。レッツレディースは今節が伊賀フットボールクラブ久野市、そして次節は最終節ジェフレディースとの試合がアウェー福割であります。ですので非常にチームのカラー似ている、かなり守備の堅いチームを相手に残り2試合残しているということになります。裏を取った菅沢、チャンスです。フラグが上がっていました。ここまで25分をすでに経過していますが、若干ですが浦和が攻撃に手詰まり感が少しあります。南は一度切っていきました。南から中央に出します。杉田の落とし、グランダー通していきますが、この辺りは松久保が頑張ります。松久保はかつてはチフレでプレーをしていました。チフレも2部でかなり頑張っていたんですが、残念ながら3位ということで、今シーズン2部からの昇格という可能性はなくなってしまいました。それから4位にオルカ鴨川が入っています。オルカはかつて浦和レッズレディースにいました。裏に出していきます。抜けますが、北本彩子さんが代表になって、そして作っていたチームですので、浦和レッズレディースにかつて在籍していた選手が多くいます。前取ったチャンス、シュートを狙った形になったのか、今は水谷のプレーでした。今レッズレディースの方なんですが、立ち上がりはキラが左のサイドだったんですが、今はおそらく立ち位置を変えています。ツートップにしています。菅沢と安藤のツートップ、左に水谷、そして右にキラという形に今はなっています。裏に出てきたボール、下條綾、下條からグランダーつないでいきます。そして森に対していいディフェンスです。南萌香、狙っていった宮迫玉美のシュートでした。
最終ラインからこうやってビルドアップをしていきますけれども、中盤どうしてもこうやって引っかかることが多くなっています。清家、清家に対しては下條がつきますが、清家が1枚剥がす。そして栗島から右サイドへうまく流していきました。ここから清家はどうするか。ディフェンス畑中ついていますが、クロスが入ってくる。ディフレクションのボールがあって、これが菅沢に入りますが、最後体シュートへ。最後は栗島あかりの右足でした。3列目からこの位置まで上がっていきました栗島あかり。やはり中盤で要所要所で顔を出してきます。非常にクレバーな選手、ここという場所の見極めが非常にいい選手です。キラ、栗島、佐久間の左足です。小川に入った、フラッグが上がっていました。逆にレッツレディスの方も最終ラインしっかり高めに取ってオフサイドトラップをかけています。今日は1時間早いキックオフでアイナック神戸とジェフレディスの一戦が、それからこの後午後3時のキックオフで日テレベレーザと AC 長野パルセイロレディスの試合が組まれています。今節はこの3試合が YouTube 上で配信の生配信を行っています。の位置から前線に入って、今度は杉田右に流れますが、今日は互いにかなりオフサイドの多い試合になっています。安西がオフサイド、柴田から佐々木、前線に長いボールを入れていきました。そして菅沢が競り合って、このセカンドボールを水谷が拾いますが、前を取れればというところだったんですけれども、少し引っかかっていました。そして今ここまで来ました伊佐志、お互いにキーパーは守備範囲が本当に広いんですが、ものすごい今位置まで上がっていました。この守備範囲の広さが伊佐志の特徴です。ですのでキック得意で守備範囲広いんで、両キーパー割と特徴は似ています。清家が行きます。清家から一度キラが下げて、菅沢がこの位置、柔らかいクロスを上げていきますが、一度クリアをして、小川、杉田、つながればチャンス。カバーしました南。栗島、ただ右サイドにいる安西由香は本当に入れ替わると本当にチャンスになる、そういったプレーをしています。今度は左から栗島も本当に幅広いエリアでプレーをしています。左から安藤、中央菅沢には通させませんが、セカンドキラチナツ、ディフレクションがありましたがコーナーキックになります。平選手もだいぶ、終盤にかけて調子を上げているような印象があります。新潟戦では前節40分過ぎの時間帯に相手のクリアボールに対して右足のボレーで合わせたシュート、これが決勝ゴールになりました。そのキラが右足でコーナーキックのボールを入れていきます。ファーサイト1人つく守備をしていますが、菅沢がニアに入ってきて、伊佐志、ボールを飛ばせる、大阪船のシュート、枠を剥がしてしまいました。最後は大阪船のシュート、枠を外してしまいました。長船選手は今シーズンのリーグカップ戦の第2節、伊賀FCから先制ゴールを奪っています。
あの時は今は怪我で離脱をしていますけれども、乗松選手のコーナーキックにヘディングで飛び込んでいったシュート。かなり球際お互いに厳しさがありますが、柴田がかわしていく。佐久間を剥がしたチャンス。キラ裏を通そうとしましたが、畑中が先に触ります。ちょっとこのパスも危ないパスになっていますが、ノイチ、いい位置で受けた森。森がドリブル運んで裏を取っていきます。ここはオンサイド、小川が一気に行く。しかし戻ってきました。この辺りは南萌香の見せ所。セカンド拾った佐久間、森が飛び出していく。残せればチャンスですが、コーナーキックを取りました。ラストタッチは南という判定。伊賀の方は左足、佐久間が蹴ります。背の高い選手でいうと166センチ、畑中、それからあと野市166センチあります。小川も166センチ、宮迫163センチ。このあたりがチーム内の長身選手。低いボールできましたが、直接ゴールラインを割ってしまいました。野市でしたね。右足で野市が入れてきました。森監督もかなり選手たちに指示、立ち位置も含めて出してはいるんですが、やはりこれだけ狭いフィールドを作られています。右サイドから菅沢、菅沢に対して畑中がついて佐久間も行きます。一度下げていって、今度は清家がドリブル、森のディフェンスで奪っていって小川翔、もう一度清家奪い返した。しかしこのボール、おさふねです。互いにこう奪ってからのファーストセカンドパスが通りづらい試合になっています。まあ、もちろん、まあ、パスの精度というところもありますけれども、まあ、それ以上に非常にコンパクトなフィールドを両チームが作っているので、なかなか相当な精度を持っていかないと厳しいというところがあります。右サイド流れてきました。さあ清家残したチャンス、佐久間をかわせるかどうか。佐久間体入れる。最後はゴールキックという判定です。今日は何回か清家と佐久間のワッチアップがあります。左のサイドバックを務めている佐久間は先ほど湯野郷ベルトをご紹介しましたが、高校時代は村田女子高校の出身です。まあ、高校女子サッカーの名門、まあ、ベレーザーの山下彩香選手の出身高校としても知られています。栗島から安藤、左サイド佐々木真由が上がってきました。佐々木にボールが来ます。ここも対面よく切っています。松久保も非常に対人の強い選手です。松久保選手は高校は常盤木、まあ、今これ全体が映っているシーンで、まあ、これだけの狭いところにいるというのが非常にコンパクトフィールドっていうところで分かっていただけるかなと思います。小川が狙っていました。まあ、お互いに守備のところは厳しく、相手に寄せることはやっているチーム。
まあ、ですのである程度相手を広げる、あるいは寄ってきた相手を引きつけておいて逆サイドに振る、そういったプレーがお互いに必要になる試合です。伊賀の方は基本的に奪ってから裏を狙う形、まあ、こういった形でまず杉田に当てるか、あるいは裏という感じ。さあ安西のシュート、枠を捉えかけました。ここまで右サイドの安西はかなり相手に対して脅威を与えています。でこちらも右サイド高い位置を取っている清家、菅沢のクロス中央へ水谷シュート。今はあえて中央の位置から右サイドに菅沢が流れて起点を作りました。そして中央に入ってきたのは水谷という形。レッツレディースはまあ試合の中でメンバーは変えずに、まあ、前線の立ち位置を変えることが多くあるチームですけれども、まあ、現状はトップに菅沢、まあ、トップ下の位置に今水谷で、左に安藤、右にキラという形になっています。このあたりはおそらく選手たちが状況を把握しながら立ち位置変えているものと思いますが、左から佐々木前です。佐々木から裏抜け出す水谷、ここはカットをして働か、しかしもう一度奪います。柴田がドリブルで運んで安藤、えぐってきたクロス、シュートまではいけませんでした。水谷ゴールキックに変わります。伊賀の大竹監督が重視をしているのはプレーの強度、それから球際の寄せ、それから攻撃面では進入する数、それからボールがない時へのゴールへのアクションの数、この4点を挙げています。で特にプレーの、守備のプレーの強度については、こだわりがあるようで、とにかくボールダッシュをする場所を1メートルでも早く上げられるようにしたいという話もしていらっしゃいます。裏に出ましたが、今日何回か小川は狙っています。多分相当にオフサイドの数は多いはずです。それから伊賀の方ですけれども、今年から、かつてアイナックの方でもフロントにいらっしゃいました山下ゼネラルマネージャーが就任をして、チームをまたいろんな形で改革をしていこうと試みをしていらっしゃいます。を森からつないでいこうというパス、キラから清家、まあ、伊賀の場所は三重ですけれども、比較的内陸なので関西圏からも車で行こうと思うと1時間圏内で結構来られると、まあ、なのでそういったところからも、下部の組織に選手をこう集めて、まあ、将来的にはそういった下部組織から上がってくるようなチーム、そんなチーム作りをしていきたいというふうな構想もお話ししていらっしゃいました。まあ、イメージとしては、廃校だった校舎あるいは施設を使って、そしてチームの体制を非常にこう整備をしているという意味では、まあ、J2 の水戸ホーリーホックにやり方は似ているかなというそんな印象があります。まあ、水戸は現在 J2 では上位です。対角線のボール、南から右サイドの清家、裏に来ました、キラが上がっていきます。強に菅沢も入っている、畑中、ハンドリングのアピールもありましたけれども、ここは取りません。おさふね、ハンドリングに関しては、まあ、不自然に体を大きくしたり、まあ、手が肩よりも上の位置にあったりした場合に取られるという形になっています。まあ、当たったからといって即ハンドリングというわけではありません。
佐々木からセンターの南です。割とここまではレッツは右のサイドで起点を作ってからというイメージですが、ここも下城を奪ってノイチ浮き玉で抜け出した森、キーパーで出ますと、ちょっと足が入ってしまって池田が痛めています。今日に関してはこの池田選手は最終ラインから出てくる、最終ラインの裏を狙って出てくる選手、この辺りに対してしっかりと飛び出してセーブをするという大きな役割があります。まあ、この辺りは当然怪我のリスクもありますが勇敢に出ていきました。長船からのフィード、また菅沢が右サイド流れながら行きますが畑中美優香がカバーをします。結局45分ほとんどアディショナルタイムは取りませんでした。前半を終了しています。浦和レッズレディースと伊賀フットボールクラブくのいちの一戦、ボール自体は浦和レッズレディースが持っていたというそんな前半ですけれども、結局伊賀のコンパクトフィールド破ることはできず、伊賀の方は、カウンターシチュエーションでかなり多くのチャンスを作り出していたという前半です。浦和駒場スタジアム前半を終了しています。0-0スコアレスで折り返しをしています。
浦和駒場スタジアムからお送りしています。浦和レッズレディースと伊賀フットボールクラブくのいちの一戦、前半を終了して0対0、スコアレスで折り返しをしているという状況です。さて今節のなでしこリーグですけれども、この後3時からは日テレベレーザと AC 長野パルセイロレディースの一戦が味の素フィールド西ヶ丘で行われます。この試合なでしこリーグのオフィシャル YouTube チャンネルで生中継を行ってまいります。優勝争い対象のチームというところにもなります。それから会場の結果をお伝えしてしまいますので、聞きたくないという方はちょっとしばらくミュートをしていただきたいと思いますが、今日アイナック神戸とジェフレディースの試合が行われています。この結果をお伝えします。1対0でアイナック神戸が勝利をしています。ですのでアイナックは勝ち点3を積み上げたという結果になっています。さてこれから後半のキックオフです。エンド変わります。後半右エンド、赤のユニフォーム浦和レッズレディースボールでのキックオフということになります。左エンド、白のセカンドユニフォームは伊賀フットボールクラブくのいち。今後半のキックオフがされました。前半に関してはここまで非常に安定した守備を見せていた両チーム、少しビルドアップの部分ではお互いに難しさを持っていたという45分でした。水谷が倒れてそこのところのファウルを取りました。両チームともにハーフタイムでの選手交代はありません。長いボールを前線へ蹴っていきます。一度松久保が切ります。この浦和駒場スタジアムは、フルで入りますと2万2500人ぐらい入るスタジアムですが、この浦和駒場スタジアムのメインスタンドのみを開放して、レッズレディースの試合はいつも行われています。今日はホーム最終戦セレモニーも控えているということで、今日はかなりレッズレディースのサポーターの皆さんも多く詰めかけています。佐々木が行きますが、安西がディフェンス、ただ佐々木がつなぐ、奪って森から杉田、裏を取っていく、ここもスピードがあります。前を取った、南がカバーに入りますが、小川、ここは時間を作ります。後ろからのサポートがちょっと遅れていますが、安西からワンタッチ、ここはカットをしました。南、長いボールを前線に蹴り上げていきます。松久保のクリア、安西、安西から裏、森が飛び出していきます。改めて両チームのメンバーをご紹介しておきます。浦和レッズレディースはゴールキーパーが池田、ディフェンスフォーバックは右から清家、長船、南、佐々木、ダブルボランチは柴田と栗島、そして今はトップに菅沢が入っている状況です。菅沢から右サイドにつないで、後ろから清家のクロス、安藤には通りません。佐久間から左サイドに出していきます。杉田から小川へのパスでした。レッツレディースは今2列目、おそらくは水谷とキラで組んでいる形です。そして2トップ安藤と菅沢という形だと思います。佐々木が体を張ってボールを奪っています。まだキープ、そして今左に張っている菅沢、菅沢から柔らかいボールが来ました。セカンド柴田、かなり前に人数かけています。ここからはただ非常に狭いフィールド、落として安藤、安藤から中央入った柴田、そしてキラには通りません。レッツは今は左に水谷、右にキラという形です。そして2トップに安藤と菅沢を置いています。左から水谷、そして中央柴田、抜け出した、狭いところ通してキラ、最後は通りませんでした。この柴田とキラは神村学園高校出身のコンビです。
安藤、水谷のボールキープ。佐々木から安藤、クロスは一度ディフェンダーに当たっています。セカンドボールを拾ってキラ、つないで佐々木に当たったボール、畑中が絞って対処をしました。失礼、最後は宮迫の対処です。一方の伊賀ですけれども、ゴールキーパーが伊佐志です。ディフェンスは右から松久保、宮迫、畑中、佐久間の4バックです。アンカーに野市を置いて、その前に森と杉田、そしてワイドは右に安西、左に下城、ワントップに今日は小川志保が入っています。道上選手は怪我のためにしばらく欠場が続いています。左のサイドバックは佐々木舞です。小川に入ろうというボール、南が対処をします。ボールはレッズ栗島から裏を狙ってきたボール、弾き返した松久保、高く浮かせる森のボールですがラインを割っています。前半と基本的な構図は変わってはいません。コンパクトなフィールドを作って伊賀がハイラインです。このラインから飛び出していきますので、相当にキーパーの池田選手は広い範囲を見なければいけません。裏を取ります。杉田亜美が行く。杉田クロスが入ってきた、中央へ、キーパーキャッチをしました。池田、逆サイドから下條綾が入っていました。下條もすぐ立ち上がってまたディフェンスに行きます。伊賀の選手はこう誰一人としてこうサボることがない、そういったプレースタイル。レッツは最終ライン長船、キーパーの池田を使いながらビルドアップをしていきます。浦和そして伊賀ともにサブの選手たちが徐々にアップのペースを高めている感じです。さあ右から安藤のクロス、菅沢に入る、タッチが大きくなった。トラップうまくいけば大きなチャンスのシーンだったんですが、最後は菅沢優衣香。今シーズン14ゴールを挙げている菅沢優衣香、レッツレディースのエースストライカー。ここまで得点上争いですけれども、現在20得点の田中美奈、そして14得点の菅沢で、大きく開いて7得点の小林理香子ベレーザという形になっています。それから同率3位に上尾延恵がいます。長い距離を佐々木がまたドリブルで上がっていきます。クロスは流れていきますが、伊佐志がここはボールキープ。少しレッツレディースの方は交代のカードを切ってくるか、あるいはちょっと今ボードを見ながらコーチと話をしていましたので、立ち位置を変えてくるかもしれません。前節の新潟戦は割と新潟の左サイドか、よく攻撃の起点を作っていた関係性で、2列目の選手を再度入れ替えて、清家選手のディフェンスの負担を少し楽にさせるという、そういった選択もしていた印象があります。今日に関しては簡単に点が取れる相手ではありません。これは両チームに言える話です。森から右サイドに出して安西、レッツレディースも今シーズン失点は15。森、森、森シュート。
決定的なシーンを作りました。まあ、先ほどスフィーダ世田谷で、まあ、2部で得点上になっている経験を持っているというふうにご紹介しました。この森選手2013年の話になりますが、この時は27ゴールを挙げていました。まあ、実はその後に一度引退をした時期があったんですが、半年ぐらい経ってまた現役に復帰をして、でその後に伊賀に移籍をしました。さてレッツレディースの方は今日は上村をどうやら投入しそうです。左サイドから水谷がグランダー通していく。菅沢キーパーとぶつかった。伊佐氏と激しい接触です。今日はまあ裏を狙うシーンが多いので、まあ、先ほどは池田と森がぶつかりましたが、今度は伊佐氏と菅沢がぶつかっていきました。ここで選手交代です。背番号10番キラチナツに代わって背番号14番の上村翔子が入ります。上村選手はベンチにはずっと入っていたんですが、今シーズンリーグ戦は初の出場ということになります。昨シーズンまでは日体大フィールズのエース的な存在として前線で活躍をしていた選手です。昨シーズンは日体大では2ゴールを挙げています。キラチナツに代わりまして14番上村翔子が入ります。まあ、上村選手ですけれども2部通算6年で75ゴールを挙げています。ユニバーシアード、それからと U23 の代表経験も持っているという選手、まあ、かなりスピードがありますので、まあ、相手のハイラインの裏を取ってくる戦術としては非常にいい選手を投入してきました。宮迫のロングフィード、まあ、かつてはこのフィードも苦手だったというふうな話も聞いているんですが、もう今ではストロングポイントになっています。右サイドから清家、試合はまだ動いていません。後半の10分経過、水谷から右、安藤から裏、菅沢行きますが蓋をします。まあ、この辺りはしっかりと集中した守備を見せています。今は宮迫の対処でした。裏に出てきた、シュートを狙ってきますがクロスバーの上、まあ、こうやって虎視眈々と小川翔は狙っています。今度は右サイドから作る浦和、水谷、清家が今高い位置にいます。長船、クロスが入った。宮迫のクリアボール、セカンドはどちらが拾うか。ノイチが大きく蹴出していきました。でこのボールをスピードを生かして杉田行きますが奪い返していった。南萌香、このプレーに大きな拍手が起きます。あ、わずかにというところ。まあ、今は上村らしいプレーを見せようかという局面だったんですが、裏を取った瞬間にフラッグが上がっていました。まあ、レッツレディースのサポーターにとってはまだそんなに馴染みのない選手だとは思いますけれども、日体大では中心選手として活躍をしていた選手です。池田のゴールキックが直接ラインを失礼、伊佐氏のゴールキックが直接ラインを割ってしまいました。栗島のボール、裏を取ります。宮迫がカバーに入ります。
佐々木、安藤、おまたライドを通していった、クロスが入る、中央、セカンドボール、上村、右へ、決定的なシーンでした。今はいいところに顔を出していました。途中交代で入っていった上村翔子の右足のシュート、可能性のある非常に強い弾道でしたが右に逸れていきました。伊賀の方はまだ交代のカードは1枚も切っていません。宮迫がヘディングで落としたボールの位置も行きますが、畑中、柴田のカット、まあ、中盤の攻防多くなっています。の位置から裏、小川志保が行く、ここも蓋をしました。長船は俊足です。中学時代は陸上の短距離の選手だったという経歴を持っています。お互いに言えることですが、じれずにしっかりと最後まで90分間集中してゴールを狙えるかどうか。菅沢が裏に出てきました。今は左に安藤がいて、そして右に水谷では、ツートップか、あるいは、まあ、トップ下上村という、そんな感じでプレーをしています。松久保のスローイン、佐々木がクリアしたセカンドボールを上村翔子狙っている。彼女はスピードあります。前取ればチャンスだぞ、まあ、こういったプレーができるんで、まあ、非常におそらく伊賀のディフェンスラインにとっては嫌なプレイヤーを入れてきました。まあ、通常であれば、まあ、このシーズンを通して言えば、加藤ですとか、あるいは塩越ですとか、あるいは遠藤ですとか、こういった選手が入ってくることが多くて、それから長嶋選手も日テレ戦では、ラッキーパーソン的な存在でしたけれども、右サイド、清家、清家から中央、安藤、ゴール前に迫るシーンが少しずつですが増えてきたレッズレディースです。おそらくですが、代わって入った上村がかなりこう前線をかき回す動きをしていますので、まあ、この辺りは相手のディフェンスラインにとっては相当なプレッシャーになっているはずです。徐々にではありますが、こじ開けられそうな雰囲気は出てきました。一方の伊賀は何回も、まあ、オフサイドラインギリギリから選手が裏を抜けていくシーンが多くなっています。安西からまたこの小川、逆サイド下條がいる、ただ長船がカバーに入りました。まあ、こちらも裏は取らせませんよ、取ってもカバーに行きますよという、そういった守備です。まあ、非常にいいマッチアップになっています。南のフィード、左サイド佐々木真由が高位置を取ります。今日は再三この高位置を取っていますけれども、佐々木足技でうまくかわした、ただ野市が体を入れる、安藤とのマッチアップになる。畑中美香カットしますが、栗島が右サイド広げた、この位置には水谷がいます。中央には2枚入ってくる、一度下げて清家、清家はアーリーもありますけれども、グランダー通して柴田、さらにグランダー、セカンドボールはレッズレディースがだいぶ拾うようになってきました。この時間帯、長いボール右サイドへ、水谷から外回り、清家が上がってくる、佐久間をかわせればチャンス、前取った、クロスが入る、ディフェンスに当たっています。コーナーキック、
さてここで伊賀の方が選手交代をします。背番号19番安西に代わって背番号26番西川明日香が入っていきます。まあ、今日はドリブルで脅威になっていた安西を下げます。で西川は長身のプレイヤーでもありますのでターゲットとして先に入れます。西川は166センチあります。さてその西川を入れてヘディングでクリアをしました。ちょっと今は相談している間にボールが入ってくるという形。キーパー伊佐志キャッチ。あれはわざとだったのかどうなのかちょっと分かりませんけれども、佐々木と杉田が接触をしました。お互いになかなかゴールを割れない展開が続いています。現状なでしこリーグの、まあ、優勝争いということで言いますと、先ほどからご紹介をしております通り日テレベレーザと浦和レッズレディースは勝ち点で並んでいる状況です。現在日テレベレーザ試合を行っています。前半の試合中ですけれども、この試合も同じなでしこリーグの YouTube チャンネルでご覧いただくことが可能です。高い位置で奪った西川、西川から右サイド広げて杉田のクロス、ニアクリアをします。今度は佐々木、佐々木から菅沢に預けます。ただここも宮迫のディフェンス、この宮迫よく頑張っています。佐々木から裏を取りますがここには畑中美優香がカバー。畑中選手も、まあ、出足の速さというのが非常に特徴的。そしてここで長島玲奈が入ります。背番号16番水谷優希に代わって背番号13番の長島玲奈が入っていきました。長島選手というとやっぱり日テレベレーザ戦のゴールが非常に印象的です。今シーズン、まあ、あれが彼女にとってのリーグ戦の初ゴールでした。柴田、ここは佐々木真由にキックを蹴らせます。67分まで来ました。後半も半分を経過しています。スコアレスの状況は続いています。長いボールを中央に入れてヘディングでつないだ上村、セカンドは栗島が拾っています。栗島から右サイド、左サイド南が行こうとしましたがここはスローインです。長島選手はハイターゲットになることもできる選手です。安藤から菅沢、一度下げて柴田から少し絞った位置、キラ、あ、それ清家、長島に入れます。清家から地を入れようというところ、森、菅沢、浮き玉で右サイドの長島、前を取れればチャンスですがじわりじわりとスローインのやる位置が上がってきています。また長島、ただここでゴールキックです。
この伊賀のディフェンス相手にはどのチームも苦労をします。先ほどもご紹介した通り、今シーズンここまで失点の数はわずかに16試合で14ですので、平均失点は1点を切っています。ノイチから裏、杉田亜美はオフサイド、安西に代わって入った西川飛鳥は右のサイドに入っています。今シーズン AC 長野から移籍をしてきました。かつては U20 の代表として活躍をした選手でもあります。宮迫、ノイチが競り合います。松久保、おさふねがヘディングで落としましたが、今度はノイチから左サイド広げて下城、これもギリギリオフサイドフラッグ上がっています。最終ラインから作っていきます。また清家が高い位置を取ります。清家は中央入ってきた、ドリブルから、しかしここもいいディフェンスを見せました。ノイチ、そのノイチの顔面に当たってしまいます。セカンドボールを西川飛鳥が拾って、西川から右のサイドに流していったボールは佐々木カット、宮迫から松久保、裏に出していって西川が追いかけていきます。さあ西川に入ります。ここは勝負の局面ですけれども、佐々木のディフェンス、松久保からまた西川、松久保柔らかいクロスが入っていく、そして杉田が侵入してこようというところ、そしてノイチ左足シュート、きたー、先制以外不思議、ノイチの強烈左足、アンカーポジションのノイチ、ミドルシュートを持っていますが、左足で叩き込んでいきました。彼女は右利きではあるんですけれども、非常に綺麗な形でした。杉田が右のサイドで頑張ってからの左足のシュート。伊賀フットボールクラブ久野市、6番野市彩選手でした。野市の今シーズン初ゴールは、レッツレディースのゴールをこじ開ける大きな大きな先制点。このままでいくと、ちょっと浦和レッズレディースは優勝に向けてということでは非常に厳しい状況になります。遠藤優が呼ばれています。左サイドから上村が行こうとしている。今シーズンの中でもおそらくはスーパーゴールの、トップ3には入るだろうという左足のスーパーミドル、これが決まって1点をこじ開けました。さあそして遠藤優が入ります。安藤小前代わって遠藤が入ります。これでレッツレディースは3枚の交代枠をすべて使い切りました。さてこうなると固い守備はより固さを増すはずです。今シーズンここまで14失点という堅い守備を誇っている伊賀フットボールクラブ久野市。一度は上村を入れて少し流れがレッツレースに傾いたかなというふうに思う時間帯もあったんですが、そこを伊賀が耐えて、その中でセカンドボールうまくミドル、バウンドも少し変わったように見えたんですが、左足で合わせた野市のゴール。さあ今度は行ったぞ、清家のシュート、最終的にディフェンスに当たっていました。コーナーキックに変わります。
さて上村の左足のコーナーキックが入っていきます。ファーサイドヘディング、菅沢のシュートはうまく枠を捉えません。そしてここで伊賀 FC 久野市の方も選手交代を行います。背番号11番トップの小川志保を変えます。背番号9番フォワード竹島香菜子が準備をしています。これが2人目の選手交代になります。今コメントで書いていただいている方もいらっしゃいますが、ノイチ選手はもともと SC ビトリアというチームの出身です。ここは中島由美選手の出身のチームでもあります。裏を取っていく、ここからそのまま正規が来た。今は正規を1枚上げてフォワードの位置で起用しています。杉田亜美のクリア、右のサイドバックに長島玲奈を下げています。そして遠藤優が右のサイドで、今はトップの位置に正規を張らせている状態です。トップというか左のサイドハーフですね、前の位置に上げています。さてここから柴田がかいくぐって栗島、西川がここに追いつきます。前からプレッシャーかけます。上村のディフェンス、さあここで奪っていきたい、まあ、今は元気な上村がかなり前へ強烈なプレッシャーをかけていました。試合76分をすでに経過をしています。下條がヘディングで一度返します。柴田から栗島、一度下げます。遠藤、ここはいいカットになりました。佐久間、そして前線竹島に入ろうかというボール。竹島選手はスピードがあります。さてレッツとしては勝ち点3が欲しい中ですが、今ビハインドの展開、残り15分を切っています。柴田からグラウンダー通して清家、うまく収めた。そして上村には通りません。一度切ります。ただスローインはレッツボール。佐々木真由が出しどころを探している状況です。かなりホールディングをしています。西川のファール。佐々木真由が入れますけれども、ファーサイドに選手を立たせています。長島玲奈も168センチあります。ハイターゲットが増えている中で中央に来た、ヘディングクリア、まだ不十分。セカンドボール遠藤が拾ってかました、クロスが入る、グランダー流れて柴田、キーパー、決定的なシーンでした。いや今は遠藤優のいい仕掛けがあって、そしてセカンドボールにキャプテンの柴田花江というシーン。裏を取った杉田、オンサイド、
そのまま仕掛けていく中央竹島、逆サイドも上がりがある。このセカンド気をつけたい。南かわす。ここはセーフティーにクリアをします。ただもう一度佐々木まで立てつける。菅沢に入ってかわした。上村、ここはドリブルいける局面ですが、左サイドから上がりもありますが、中央に渡して少し逆にこれでスローダウンをしましたが、もう一度左から菅沢中に入っていきます。左サイドからは柴田、いやーよく体張ります。センターバックの宮迫玉美、柴田、さて間もなく80分というところまで来ます。まあ、残り2試合という、まあ、今日含めての残し合い、2試合という、なでしこリーグの一部です。上村のドリブル、まだキープ。左サイド佐々木のクロス、松久保に当たったセカンドを拾いに行く下條。クリアをしたセカンド栗島、右足シュートへ、右へそれていきました。キーパーの伊佐志は時間を使います。西日が少し入ってくる時間帯になっています。そして少し上空は風が出てきました。浦和駒場スタジアム、まあ、基本的には、日差しが差しているんですけれども、上空には少し積乱雲的な雲も見ることができます。宮迫からのバックパス、これが上村、キーパーよく触りました。伊佐志、まあ、上村はこういった狙いができる選手です。何回かチャンスを作っています。レッツレディースは最終節はジェフレディースとのアウェーゲームを残しています。福田電子アリーナでの一戦、そして日テレベレーザは今 AC 長野とプレーをしていますけれども、その節が終わって最終節はマイナビベガルタ仙台レディースとの一戦が待っています。まあ、ちなみに他会場の結果を一つお伝えをしておきますけれども、今節日体大フィールズ横浜が、勝利をしています。まあ、ですので残留争いもかなり混沌としてきている状況です。勝ち点13、12、11という形で3チームが今ひしめいている残留争い。杉田狙ってきました。まあ、伊賀としてはこうやってフィニッシュで終わることが非常に大事。前からかなり狙ってくる遠藤、キーパー伊佐志が出ます。で、伊佐志のキックはやっぱり伸びます。上村、左足で裏を通していこうとしましたが、このパスはフラッグが上がっています。まあ、今ワンタッチの狙いというのは非常に栗島面白かったんですが、そして伊賀 FC の方は3人目の選手交代のカードを準備しています。背番号28番の三橋飛鳥が呼ばれています。この三橋選手も長身の選手です。167センチあります。83分を経過、0対1、ノイチェアの左足のスーパーミドルが決まって伊賀 FC くのいち1点をリード。佐久間のクリアです。
ここで選手交代、背番号7番下條彩に代わって背番号28番三橋飛鳥が入っていきます。これで3人の交代枠すべて使い切りました。途中から下條選手は右のサイドに回っていましたが、おそらくその位置にそのまま入ると予想されます。ここはかいくぐっていった、シュートを枠は捉えませんでした。菅沢優衣香、いい仕掛けから最後クロスまで持っていったんですが、清家最後菅沢のシュートが吹かしてしまいました。の位置清家、遠藤から右サイド上がりもありますが、長島出しどころを探しています。スペースはなかなかない状態、これを90分続けられますが、中に強引に入っていきますが、キーパー伊佐志が出ます。まあ、今は清家の強引な仕掛けもありました。裏を取った、これチャンスになりそうですが、まだ行く、まだ行く、あともう少しで届いていればというシーンでした。まあ、竹島はスピードがありますので非常に脅威があります。そして一人選手が倒れ込んでいます。西川と長船の接触、あ、失礼、長島の接触です。池田ロングフィード、セカンドボール詰めていく、清家シュートブロック、ここも宮迫が一度切ります。かなり前に人数かけてきています。もうパワープレー状態になっているレッツレディース。86分を経過、今日はホーム最終戦です。この試合が終わった後にレッツレディースはセレモニーが行われます。まあ、現状レッツランドが台風の被害で水没をしてしまって、まあ、普段の、まあ、主な練習拠点に使っているところが使えない状態になっています。まあ、ただそういった中でいろんな方の支えを受けて戦っていく、まあ、見ていて面白い、そういったサッカーをしたいという話もしていた森英二監督。竹島まだキープ、竹島はコーナーでキープをした後西川に渡してヘディングで落として西川抜けるぞ、そのまま打てるぞ、マイナスのクロス、シュートまではいけなかったが大きなチャンスでした。でロングボールを前線に送っていく、遠藤優が待ってる、遠藤一度切ります。佐久間小鳥集中した守備はこの時間も変わらず、菅沢の落とし、長船のロングフィードが遠藤に出てきます。遠藤また勝負いった、かわす、剥がせる能力は非常にありますが、あーパスがミスになりました。森がよく戻っています。アウトにかけたボール、セカンド拾って南、栗島、佐々木、中のクロス、菅沢、松久保が少しかぶったところ、
杉田から右サイドに流していきます。三橋が前線に追っていきます。89分を経過しました。時間が刻一刻迫っています。菅沢の落とし、佐々木真由、上村、佐々木前取る。さあ中には2枚入っている。クロスは早めに出てきた。向こうサイド清家には取らなかった。まあ、ただ今西川もよく戻ってました。時間がなくなっています。今90分経過、アディショナルタイムの目安は3分台という表示です。さあこの3分でいけるかどうか。レッツレディースは勝ち点、まあ、3が欲しいところではあるんですが、このまま終わると勝ち点が0です。仮に今節ベレーザが勝っても、まあ、数字上で一応可能性は残るんですが、得失点差が相当に開いていますので、まあ、現実的にはほぼ優勝の可能性はなくなるという形です。左サイドからドリブル突破を図っていく西川、時間を使います。伊賀の方はとにかくしっかりとボールをキープして、まあ、相手にボールを渡さないということが一番この時間は大事になっていきます。セカンド拾って、やはりコーナーキープを目指していくかの位置。あ、しかしここはフラッグ上がりました。さあ残り時間がほとんどありません。3分というアディショナルタイム、今1分台にすでに入っています。残りは2分、裏を取っていきますが、菅沢が行くが上村行った、どうだ、まあ、ここは上村の方のファウルになります。後ろから上村が行っていました。今2分台です。伊佐志は長いキックでゴールからボールを遠ざけていきます。杉田がヘディングでつなぎます。この時間帯はもうセーフティーにということを第一に考えて伊賀はプレーをします。左サイド流れて西川、伊佐志行きましたが宮迫がカバーに入ります。今日はこのセンターバックコンビは本当に硬さがあります。左サイドから森、逆サイド竹島手を挙げています。ただここはコーナーキープに入りそう。奪い取りに行こうというのが長船、長島玲奈、時計の針が刻々と進んでいきます。さあようやくレッツボールになって、ラストワンプレーという状況。前線に入れますがヘディングで跳ね返した佐久間、そしてここで試合終了の笛。伊賀 FC が浦和レッツレディースに勝利をしました。レッツレディースはこの時点でかなり優勝の可能性が遠のくということになります。少しこの試合終了のタイミングで浦和駒場スタジアムからはため息が漏れていました。
浦和駒場スタジアム浦和レッズレディースの今シーズンのホーム最終戦第17節。決勝ゴールは左足野市彩のスーパーミドル、これが決勝点ということになりました。0対1アウェーの伊賀フットボールクラブくの市、72分野市彩のゴールが決勝点、勝ち点3を積み上げています。これで伊賀フットボールクラブ、伊賀フットボールクラブくの市は勝ち点26、7勝5分け5敗という成績になりました。一方の浦和レッズレディースはこれで12勝5敗という形、勝ち点は36で足踏みということになります。今日はこの後浦和レッズレディースのホーム最終戦ということでセレモニーが予定をされています。そのセレモニーまで中継はお伝えをしてまいります。他会場の結果をお伝えしますが、今日はアイナック神戸がジェフレディースに勝ちました。ですのでこの段階で伊賀フットボールクラブくの市が勝ち点でジェフレディースと並んで得失点差で上回りましたので、4位に伊賀 FC が立ったということになります。首位が日テレベレーザ、2位が浦和レッズレディース、そして3位にアイナック神戸で、4位に伊賀 FC くの市、5位がジェフレディースという形に今のところはなっています。さてレッズレディースの選手たちはちょっとかなりこうショックの大きい表情が見て取れます。優勝の可能性を残してはいるものの、かなり得失点差で現実的に厳しくなりました。まあ、ただ今シーズンここまで戦ってきた選手たちを称えてというところで、メインスタンドのサポーターは立ち上がって拍手で選手を迎えます。浦和レッズコールが起きています。まあ、この後はホーム最終戦のセレモニーが予定をされています。そして一方の伊賀 FC くの市の方は、まあ、本当に嬉しい嬉しい浦和レッズレディース相手の勝ち点3ということになります。今サポーターに向かって、挨拶をしているところですけれども、喜びを分かち合っています。そしてこれから浦和駒場スタジアムではレッズレディース今シーズンホーム最終戦のセレモニーが予定をされています。まあ、伊賀 FC の方は200試合出場した、今日の試合で200試合出場ということになった宮迫珠美選手がいるんですけれども、宮迫選手に対して今、選手たちが水をかけて、祝福するという姿もありました。そしてこれからレッズレディースの方のホーム最終戦のセレモニーが行われようとしております。他会場の経過もこの時間にちょっとお伝えをしようと思いますけれども、現在日テレベレーザは AC 長野パルセイロレディースと試合を行っている最中、現在ハーフタイムに入っています。現在スコアは0対2、日テレベレーザがリードをしています。このまま試合が終わりますと日テレベレーザが勝ち点3を積み上げるということになります。この後準備が整い次第浦和レッズレディースは、シーズン最終、ホーム戦のシーズン最終のセレモニーが行われようとしております。今日は伊賀フットボールクラブくの市、72分野市彩選手のゴールが決勝点ということになりました。そして今シーズン、まあ、自慢の堅い守備継続、今シーズン全ての試合に出場している、そして今日の試合で通算200試合出場を達成した宮迫珠美選手の素晴らしい守備も目立ちました。0対1伊賀フットボールクラブくの市が浦和レッズレディースを下したという試合です。
改めて順位を整理をしておこうと思いますけれども、まあ、このまま終わった場合という仮定でお伝えをします。このまま終わった場合に首位の日テレベレーザが勝ち点39に積み上げます。そしてこのままの得失点差でいくとプラスの37ということになります。でレッツレディスは今節敗れましたので勝ち点は36のまま、両チームの勝ち点差は3つくということになります。で今日レッツレディスは、0対1で敗れましたので、この結果得失点差は、プラスの19ということになります。ですので最終節仮にレッツレディースが勝って日テレベレーザが敗れるという形で勝ち点が並んだとしても得失点差が現状で18ついているとそういった状況ですので、まあ、現実的に0対9と9対0というそういったことではないとひっくり返りませんのでかなり難しいという状況です。ちなみに最終節は浦和レッズレディースは11月の2日土曜日ジェフユナイテッド市原千葉レディースとのアウェーゲーム午後1時福田電子アリーナキックオフで行われます。で一方の伊賀 FC 久野市ですけれども最終節は上野陸上競技場でのホームゲームアイナック神戸レオネッサを迎えての一戦ということになります。11月の2日の土曜日午後1時キックオフで行われます。そして日テレベレーザの本シーズンの最終戦なんですけれども、マイナビベガルタ仙台レディースとの試合が控えているということになります。さて準備が整い次第、浦和レッズレディースのホーム最終戦のセレモニーが行われます。今しばらくお待ちいただければと思います。
で選手スタッフをお迎えください。それではこれから浦和レッズレディースのホーム最終戦のセレモニーが行われます。今日第17節の一戦が浦和レッズレディースにとっての今シーズンの最後のゲームということになりました。今シーズンは森英二監督、新監督に就任しての1年目のシーズンでしたけれども、まあ、かつてベレーザで就任後リーグ3連覇に導いた監督です。まあ、その監督のもとポゼッションサッカーにかなり磨きをかけました。まあ、基礎的な止める蹴るといった技術、そのあたりを徹底的に磨きながら最終ラインからつなぐ、そういったサッカーをしっかりと積み上げてここまで12勝5敗できています。それでは初めに浦和レッズレディース森英二監督よりご挨拶でございます。温かい拍手ありがとうございます。いつも本当に、熱い応援サポートしていただきましてありがとうございます。皆様の後押しがあって、我々はできていると思ってます。今日みたいなサッカーを試行錯誤しながらもやっていかなければいけないと思ってますけども、まだまだ、まあ、優勝というところには 手が届かない、ギリギリのところかもしれませんけども、選手は一生懸命、汗、ギリギリのところでプレーしていると思ってます。これからも皆様の温かい応援とともにやっていきたいと思ってます。よろしくお願いします。まあ、あとリーグ戦が1ゲームありますが、目いっぱい精いっぱい、やっていきたいと思ってます。それからこの後交互杯あります。それに向かって一生懸命、一戦一戦、本気でやっていきたいと思ってます。よろしくお願いします。本日はお前のご手の人が来ていただきましてありがとうございます。森監督よりご挨拶でございました。続きまして選手を代表しキャプテン柴田花江選手よりご挨拶でございます。皆さん、本日はホーム最終戦に、こんなにたくさんの方が来てくれありがとうございます。ただ、この中で今日は勝つことができず、すいませんでした。ただあと1試合残っているので、最終戦勝てるようにみんなでまた一丸となって頑張りたいと思います。今シーズン本当に、皆さんのいつも温かいサポートと熱い応援のおかげで私たちは戦い抜くことができました。本当に1年間ありがとうございました。本日はありがとうございました。柴田キャプテンよりご挨拶でございました。サポーターの皆さん、今シーズンもチームと共に戦い、いつも熱いご声援で支えていただき誠にありがとうございます。レッズレディースはリーグ最終戦まで全力で戦うとともに、皇后杯のタイトルを獲得するべく日々トレーニングを積んでまいります。引き続き熱いサポートをよろしくお願いいたします。レッズレディース選手スタッフに今一度大きな拍手をお送りください。
フラワレットダイヤモンドレディース森英治監督、そして柴田花江キャプテンによる今シーズンのホーム最終戦のセレモニーご覧いただきました。森監督がお話をしていました通り、この後は皇后杯が行われます。皇后杯開幕は11月の2日、浦和レッズレディースの初戦は11月の23日午前10時30分長野県は佐久で行われる試合、常磐木学園高校と東洋大学の勝者と対戦する2回戦から登場ということになります。今シーズンリーグ戦、リーグカップ戦、そして皇后杯というタイトルありますけれども、まだレッズレディースには、わずかではありますがリーグ戦、そして皇后杯のタイトルを獲得する可能性は残っております。そして一方の伊賀 FC 久野市は、この後皇后杯の初戦は11月23日午後1時30分上野陸上競技場でキックオフ、日の本学園高校と新潟医療福祉大学の勝者との対戦、これが皇后杯の初戦ということになります。ということで、この最後ホームの最終戦セレモニーまで、ご覧いただきました。2019プレナスなでしこリーグ一部は各節2試合なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継で配信をしています。次節は最終節ということで3試合配信をいたします。最終節は11月2日土曜日午後1時の同時キックオフになります。マイナビベガルタ仙台レディース対日テレベレーザ、ジフユナイテッド市原千葉レディース対浦和レッドダイヤモンドレディース、そして伊賀フットボールクラブ久野市対アイナック神戸レオネスタ、以上の3試合をお送りいたします。また過去の試合の見逃し配信も行っていますのでぜひご覧ください。2019プレナスなでしこリーグ一部第17節、浦和レッズレディース対伊賀フットボールクラブ久野市の一戦、0対1、伊賀 FC 久野市の勝利という結果に終わっています。この試合実況は西達彦でお送りをしました。この辺で浦和駒場スタジアムよりお別れをいたします。